おお。色です。わ、すごい。はちょっとこう水温も低いし、できるだけ濡れたくないので、インフレータというかソフトの準備します。こんなのある、こんなのありますよ。へえ。完璧に小さく小さく折りたたんで。足首につけます。ちょっと短めにこう持ってキャッチする。キャッチ面にキャッチする。すごい簡単。余裕そうです。すごい。すごい。すごい綺麗ね本当に。お、立ってる立ってる。やるなぁ。大丈夫かな、これで。ここまで。こっちが前です。はい、膝から入る。はい、カブに持って。ああ。すごーい。最高。よっ。いい天気。素晴らしい。綺麗。サップっていいな。ガンガン行く。よいしょ。あれ、あそこ集合みたいです。滝。こっちは浅いので控えします。誰もおらん。あ、本当だ。これはね、3日前に大雨が降って、はい、大雨が降るとね、いろんなこう山から土砂が一緒に水と一緒に流れてくる。そうすると全体、この全体がすごい茶色くなってしまうんですけど、その茶色いのが上流からどんどんフレッシュな水と交換されるような感じで押し込むっていうことですね。
た。はい。そう。ザル入ってますが。大丈夫です。これが天ぷらになるんですか。そうです。今から。はい。今から。野菜カレーセット、 ありがとうございます。たくさんカレー、5月中旬まで。血揚げの天ぷら、色です。わ、すごい、ありがとうございます、はい、おー、小餅揚げ、あゆの甘露煮、あゆフライ、あゆ味噌、それからぬかの中で2年ぐらい使ってます。で、あゆの漬物ですね。これお茶漬けにして召し上がってもらったんですね。塩辛い、これはあゆのだしです。あゆのだし、ひしこをご飯の上にのせて柚子胡椒やこう薬味のせてもらって、だしかけてお茶漬けにして食べてください。はい、ありがとうございます。天ぷらです。たくさん、すごい。おお。あ、小餅。おいしい。大台町のわらびとふきのとう。あ、これは辛い。美味しい。天ぷら。家の前で採れたつくし。レシコ、ちょっとしょっぱいらしい。あ、これはこれはあかんわ。これはしょっぱい。新鮮。うん、これでカレー作って、うん、全部使うんですか。何食分ぐらいになるんですか。これでね、50食ぐらいかな。もうカレー、ほうれん草のカレーを作ります。すごい大量。食べ物関係ばっかりで、こちらこの中にあるのは積み木とか木工製品、地域の方が作ってるもの。Thank you.
ブロッコリー80円で安っ。わさびな70円、小松菜90円、へー、70円。